ありがとう、ゆきなちゃん。DNA 楽しそう。そうだよ、ケイタ。会いに来なよ。松崎だ。ハロー。こんばんは。こんばんは。あ、領事。さね、さの、さ、そ、そ、その、は、け、しっぽ、みだ。ライブお疲れ様、ありがとう。こちらこそありがとう。ね、今日すごく楽しかった、本当に楽しかった。ありがとう。ありがとう、ゆきなちゃん呼んでくれて。いやいやいや、当たり前じゃないですか。だって、すっごいゆきな会いたがってるから、自分より。あ、そんなんね、もう、呼ぶに決まってるでしょ。そうだよ。だって、相思相愛だもん。あ、りょうじちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、めちゃくちゃ楽しかったね。楽しかったね。もうね、めっちゃ最高だった。もう本当に。なんか、ボーンってしてる感じ。すごく楽しかったよ。あ、スカイさん、ヤッホー、ヤッホー。お疲れ。グリフォンお疲れ。自己中のゲスト。ねえ、今さ、次さ、いつ切るか全然わかんないからさ。そう、全然いつ切るかわかんないから、次はね、チャンス逃さないようにしてください。楽しそうに踊ってる姿見えて、ほんと嬉しかった。あ、それも見てくれて嬉しかった。すっごい楽しかった。すっごい楽しかった。いやー、なんか、本当に、かなってるって感じ。だからまたね、夢を叶わせてください。たー、誰がかげち、あ、かげっちだ。ハロー、かげっち。かげっちはもうね、かげっちしかいないでしょ？ TA 不足してるよー。最近仕事です。あー、めちゃくちゃストレス溜まるね。頑張れ、チフ、本当に。もう、さ、もう来た時は本当に、もうマジで遊ぼう。ね。セイナもチフ不足してる。ぶっちゃけ。ピエン。なんで自己中の衣装なんですか？公式配信。だってさ、自己中だよ。そんな当たり前じゃん。知ってればデジタル写メ引き続き買おうと思ったの。マジで買ってほしかった。だってツイートさ、見てなかったの？ツイート、見てよ 見てよ、ちょっと、スカイズ。マジでゲットしてほしかったよ。いや、そんなめったにないよ。だから最近ラジオ、しかも、モチベが、あー、そうだね、ラジオ。この間もね、見てくれてありがとう。朝比奈のね、朝比奈の MC ね。朝比奈の MC が、すごい生えてたでしょ？ あ、タクローだー、タクちゃんだー、ハロー。ハロー。マスク変えた？待って、あ、変えたかもしれない。めっちゃ上がるやつにした。めっちゃ上がる。知ってるわ。おお。優しい先生さん、一緒に爆笑したい。ね、本当に爆笑したい。本当に爆笑したい。しぐれって、文字の中に、どこを、あ、どこ、あ、わかんない。わかんないんだけど、なんか、しぐれ。だけど、かげっちって読んじゃう。やっぱり、朝日の MC しか勝たないよね。わかるね。そうなのよ。そうなの、そうなの、そうなの、そうなの。
分かってるね。分かってる分かってる。また、多分ね、2週来ると思うから、その時はね、でもあれ、思う、あのね、ユキナと一緒になったら、取られる。取られる、取られる、もう気づいたら、気づいたら、なんか、もう取られてるの。だから途中で、おいおいおい、待って待って待ってっていうのを何度も繰り返して、あれ。なんかさ、このカットとかでさ、カットしてくれてさ、少ない感じだったじゃん。なんか MC みたいな。MC ちゃんとアセヒナが、あの中でもなんかやってる感じだったじゃん。でも、あ、もう全然実際は、もうたくさん、お、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってっていうのが多かった。取らんで、取らんで、みたいな。ボリューミーなマスカラだね。ミーナ、そう、ボリューミーでしょ。あれなんだっけ。ヒロインメイク、ヒロインね、女の人のやつ。ねえ、ずっとそのメイクだった？メイク直したよね。メイク直した？てか、ちゅうちょ、あのさ、思う、ライブ終わりの物販は辛い。なんか、例えば終演後で、終演後まで時間が30分ぐらいあるみたいな感じだったら、いけんだけど、いや、もうなんか、たまにあるじゃん。大抵がさ、30分に終わったら30分から物販みたいなのあるじゃん。あれもう無理。あ、もう本当に、もうメイクもダラダラ落ちてるし、朝もダラダラしてる中で、元に戻すのは無理なので、そう、直す、直す、直す、もちろんよ。アセヒナの MC に、アセヒナの MC が生えてた。おい、ひじきみたいなまつげだから切りそう。 やば、何言ってんねん。何言ってんねん。りょうちゃん、今日はありがとう。りょうちゃん、ありがとう。おはよう。あ、カステラ、今日はありがとう。楽しかったね。嬉しかったね。公式配信始まって1回言われたけど。あ、そうそう。だからだよ。スカインズ。スカインズ、自分のせいやん。買えなかったの自分のせいやん。じゃあ、自己中って知ってたやん。次は絶対買ってね。途中で撮られても、なんかナチュラルで気づかない。あ、確かに。確かに、ボリュームだからね。今日は TA のツイート多めでした。偉い、すごく偉いです。ひょへやほー。そしてツイッター見たら自己中でそうだったんけど、なんで？あと1回入ったんでしょ？ 1 回入社したけど、まだやらないんだけど、だから。あ、なるほどね。始まる前に来たってこと？あ、誠さん、こんばんは、こんばんは。別に何もしてないけど、してくれて。アイシャドウにも。あれの、あれ、4つ入ってるやつの、チップが入ってないやつ使ってる。茶色っぽい、なんか。朝比奈の好きなサンリオキャラ何？朝比奈サンリオキャラね、あんま好きじゃないんだよ。好きじゃないというか、嫌いでもないし好きでもないみたいな感じ。なんだろう？何？カエルとか。名前が全然わかんない。カエルのやつ。黄緑だから。でもなんかこの前ドンキで、なんだっけ。あんじゃん。犬みたいなやつ。あれを黄緑の洋服着てたから、可愛すぎて買った。いや、ワイは全て声強いから、ライブの後やつ、全然いいからやな。あ、でも最強、嬉しい。最強最強、本当に嬉しい。しかもさ、ライブ中ね、最善の人たち可哀想だなって思う。汗が飛ぶから。ええー、一つ、ええ、語ってたから、次じゃん。あ、ねえ、そうなんだ、みんな。リキッドルームでやるという朝比奈の昔からの夢が叶いました、今日。なんで、次は、次の夢は、
イーストを、来年やる、イーストを。来年やる、イーストのワンマンライブのチケットを、全部、完売することです。それが夢。なんか TA から完売っていう言葉を、もっと出していきたいですね。さあ、みんな来てね、来年。ガンガンシャキってことで、シャキ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  よしよし、カステラよしよし。今日のさ、帽子も可愛かった。お揃い、白お揃い。昔なんてライブの後、スーパーとかそうだったのに、まだその辺どうしてください。ああ、そうかも。でもわかん、やばいよ。最近は、ちょっとトレーニングやばいから、前に戻っちゃうかもしれない。なので、皆さん会いに来てね。なんか変なこと書いてたよね。うん、覚えてないよ。すいません、早く TikTok やってください。それだ？それだ、それだ？本当にそれだ？でも、毎日やると、もう、アセリナが誰かと付き合ったってことになるから、まだ付き合ってないから、毎日以外はやる。サンリオなら、俺はバスで10分です。ああ、そうなんだ！いいね、いいね。そういうのいいよね。そう、さっきの怒り、自分に対してです。ああ、いいよ。やめそうになってるからってどういうこと？やめそうになってるって何？何があってんの？公式最初しか入れなかったけど、ツイートしただけじゃないよね。ありがとう。あなた早く帰るの？わかりました。ケロケロ、あ、そう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 
ドンキに売ってて、で別にそんな興味なかったんだけど、黄緑の洋服を着てたから買っちゃったって感じ。でもなんかケロケロケロピーは常に黄緑だから好き。色判定。何？ヤホヤホヤ。ヤホヤホ。ヤホヤホ。汗早くかき止まって。本当にやばいよ。最近の汗ね、多分尋常じゃない。本当に尋常じゃない。髪の毛も濡れて物販終わりまで濡れてるの。すごい。また現場で一緒になりたい。ああそうだ。これあれだね、カステラだ。ヤンキョンになんで夢だった。流行っちゃった。ええなんで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 。なんでジャムちゃん。あ聞いちゃったの。し分かった。朝日さんなんでか。汗くれくれです。ください、こんちくしょう。そうっすね。そう。もうたくさんあげるよ。そんな。朝日奈から出てくるもん全部あげる。S チケ10万でも買います。とは。買ってください。でもイーストマジで読めたい。あ !L!25 日も。対戦よろしくお願いします。今年はこそよろしくお願いします。そう、25日ね、あのね、サウピでね、カエンちゃんの生誕祭があるの。19時から TA 女子の出番です。なんで、朝日のプロフィール欄からね、予約を飛べるので、ぜひ、仕事終わりの方も会いに来れると思うので、お祝いしに来てください。しかもね、もうね、生誕っぽい瀬戸になってるから、お楽しみに。わちゃわちゃしてると思う。楽しいよ。一緒にわちゃわちゃしよう。は今日飛んだら足くじいて、サクッていないだなって思い出したかん。大丈夫か大丈夫か大丈夫か。でもあの時じゃないでしょ、あの時飛んだ時にってこと、また別の時、あの華麗に経営女子の時に飛んでた時じゃなくて、
ライブ後にタオルを投げれるので、それで拭いてもらって、タオルまで返してもらえますか？ やば。まあ、ある意味、ファンサかもね。ね。めっちゃおもろいやん。めっちゃおもろいやん。でも、それありがたいな。セーバー、ご報告。チキもつくし。ね。頑張って食べましょう、カステラさん。そういや、アセヒロさんが TikTok やってくれないから、もうマイヤーヒーロー流行り終わって。終わってんの？じゃあ、アセヒロが流行らすな。さーて、いつライブ行けるかな？ 25 日かな？あとね、あれだよ。あのね、まだね、時間とかわかんないけど、29日。ビジョン。11時30分から。来てね。来て。来てね。そう、あと日曜日もね、下北沢サーキットあるので、来てください。えし、こんばんは。ねえ、今日あと久しぶりに会えて嬉しかったな。また早く会いたいっす。会いたいっすよ。またゆっくりお話ししたいですね。山内さんから、シャキを信じたらやばいっすと。だがそれがいい。おもろい、おもろい、おもろい、おもろい。じゃ、ね、あれはだよね。2枚で、2枚で、通所写メ。5枚で、手紙。50枚で、手形色紙。100枚で、極みとか、一発撮り音源って感じだよね。特典系。朝比奈さんの7があまりにも良すぎたので、ついフォローしたし、いいねもしました。嬉しい、ありがとう。そう、7やってるので、ぜひフォローよろしくお願いします。嬉しい。ね、なんかいろいろ歌ってるから聞いてください。でもね、そうだね、聞いてください。ちょっと恥ずかしいかもしれない。聞いてください。だけど聞いてください。そういや、前に興味ないけど、ケルケルビギはどうのこうのって言ってた。あ、そうそうそう。なんか興味ないんだけど、ね、ポチャッコをゲットしたって話だね、多分ね、これ。そう、興味ないんだけどね。興味ないんだけど、ポチャッコをゲットした。黄緑の服着てたから。第五人格をプレイしながら配信している人で。なんだ。アセヒナならまだマイアフィいけるんじゃない？そう、アセヒナは流行に乗り遅れてもやるの。ね。でも確かに本当にね、TikTok ね。そう、TikTok 撮るか、7撮るか悩んで、7を撮ったの。実は。実はね。エビス、棚ありがとね。来てくれて。またチェキ撮ろうね。今日撮れなかったからね。あ、そうそう。ナイターは大丈夫？大事に頑張って、こよちゃん。こよちゃん。汗拭いてあげようか？はにゃ。拭いて。拭いて。ちふゆに髪拭かれたい。また、つい。退院したら特典買うね。うん、待ってるね。分かった、さきちゃんもオタクだってことが知った。バレちゃったか。でも、あすひなね、結構、あれで、一途に近いかも。一途というか、なんか、
そう、ね。あ、濃い、濃いとかあるけど。なんか心に決めた人がいるみたいな感じ。わかんないや。いや、そうそうそう、でもそうなの。もう本当に。恥ずかしいね。と、天気予報ならない。次回、皆さんも待ってるね。汗欲しい。本当にあげたいな、汗。朝日奈の汗をあげる。あげたい。早く会いに来て。6月ね。早く。浴びてほしい、朝日奈の汗を。本当に飛び散るからね、朝日奈。最善の人たちは。明日時の汗そして、そのみたいな。でも大事。頑張ってね。あ、また始まり始めたんだ。熱盛。早稲田キャンセルになっちゃうから、絶対忘れましょう。そう、皆さん、電波使ってくれてる方は、ね、なんかちょっと早く、ご購入しないと、キャンセルになっちゃうので、ね、できるだけ早く、ね、買ってください。お金を払ってください。そう、書いちゃうからね。説明会蹴っていくので、生徒は頼みました。期待しています。任せてちょんまげ。任せてちょんまげ。今度はシャキー様宛てに、全メンバー宛てにお土産持ってきて、いつにかかなきゃ。楽しみにしているスカイズ。マジで楽しみにしている。あのね、お土産とかお手紙とか本当に好きなので、私、楽しみにしてます。今、私は、おお、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。チェキを取ったときは、もう、くじいてたけど、あれあれ、あ、なるほど。じゃじゃ飛んだら痛かったらそういうことだ。あー、なるほどね。じゃあ TA でやったんだね、あれはね。その足はね。あ、こんばんは、岡田、こんばんは、岡田、こんばんは、こんばんは、岡田。ビヨンカー、そう。マジで待ってるよ。ちょっとビジョン、ビジョン、ビジョン、ビジョン。ビジョンでビジョンやろ。どすか、懐かしい、はいだな。おー、そうなんだ。え、次、あ、髪切った？切ってないよ。朝日奈さんの、朝日奈さんの絵を見ると癒される。え、嬉しい。興味ないだろうけど、ピンポーン、増えた。あ、何のやつ？何のやつ？何のやつ？ゲーム？ゲームなの？第5次。どういうゲーム？キラキラキャンペーン。あ、いいじゃん。楽しみにしてます。来月シャバー浴びに、本当に、浴びに来てください。マジで気をつけて。本当に飛ぶから。朝日奈さんも本当に飛ぶから。気をつけて。おはよう。あ、こんばんは。今日はありがとうね。楽しかった。嬉しい、嬉しい、嬉しい。あれだよ、もう、コブバは、推し誤解されないようにしてください。もっと。もっと、推し誤解されないように、もう、朝比奈だよって感じで、よろしくお願いしますよ。デリオだー！こんばんはー！デリオヒロ君。デリオヒロ君、こんばんは。みん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 。こんばんはー！嬉しい。お疲れ様です、お仕事。ビジョンでびしょびしょ？それ、ちょっとおもろしよそうやん。じゃあちょっと係に来よう、ビジョン。11時30分。もう予約できるよ。TA 朝比奈のプロフィール欄から。どうせなら、朝比奈のプロフィール欄から予約してください。待ってます。セキュリティ待ってます。最近やばいので、セキュリティ待ってます。私を安心させに来てください。逃走中に似てる。ほらね。じゃあ、朝日奈ね、ホラー系あんまね、得意じゃないのよ。で、お化け屋敷も朝日奈入れないもん。豊島園の、こう、乗るやつはいけた。目つぶって耳、
塞いでこうやって行くんだけど、でも歩くやつなんじゃん。歩くやつは無理だな、本当に。はい、わかりました。よろしくね。お、あ、僕の推しはあなたしかいません。そうだよ。よろしくよ。こんばんは、ネイルきれいね。ありがとう。でもね、このネイルね、しあさってかな？あ、26日にね、買いに行くから、25日がね、多分最後だと思うんだよね。このネイル。そう、このネイルは最後だから、見納めかもしれん。でもね、今度ね、あれしようかなって思ってる。海ネイル。知ってる？海ネイル。そう、めっちゃ伸びてきちゃってんのよ。ドアップ。ドアップ。そう、海ネイル。綺麗じゃない？のライブアートに特典会に一人。商店車？商店車って？じゃあ、妹の調理学校の。いってらっしゃい。戻ってきて。早く戻ってきてね。バーン。早く戻ってきてね。TA さん、TA の皆さんが女子力アップしてキャーになっていくね。そうだよ。やったから。多分そろそろだと思う。なんかね、かなえの爪も同じ感じになってる。なんかここら辺伸びて、ここら辺が空いてる感じ。そう。さあ、あれだね。なんか最初さ、初めてするしたんだけど、この前。すごい。爪に違和感が。爪に。天に昇ること。そうなの？面白いね。でもあれだよ。多分ね、それね、手紙もらうから。ぺーちゃん25日いるの？しかも。25日いるの？やば。久しぶりに会えるじゃん。出さないといけないから。ね、渡してくださいね、スタッフさんにね。あたりの先にもあなたに。たくちゃん、爪が枝豆に見えたって？そんなバナナ？あ、ちょっとできるよ。朝日奈ね、これ首動かすの得意な。ほら、すごいでしょ。でもたくさんもさ、あれだよね。爪ネイルしてそう。マイクシート、こんばんは、こんばんは。25日、仕事終わりにサーピ直行。うわー、嬉しい、久しぶりに会えるの。嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しい。楽しみ。あ、サーピって何でもありのとこだっけ？何でもありかわからないけど、ついこの間ライブ出たときは、
もう声出しがなしになってたよ。今回はもう声出しなしなんですね。マフィン、会いに来れるんですか？会いに来れるんですか、マフィンさん。時間がね、19時。え、いけんじゃね？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 皆さん、仕事終わりに。25日、仕事終わりに、サウピ、池袋、サウンドピースさん、どうですか？しかもなんか、その日生誕だから、一緒にお祝いしたいし、あとね、生誕な感じの瀬取りなので、絶対楽しろ。絶対楽しろ。みんないてほしいな。あ、ゆうやだ。しゃきりたい。ハロー、ゆうや。ハロー。ハロー、ハロー、ハロー。こんばんは。こんばんは。あ、せん。なんか、メイクが落ちてんじゃない？これ多分そんな感じの気がするんですけど、気のせいですかね。最後声出しできなくなったね。あと、大丈夫、その他はね、大丈夫だと思うけど。そう、だからなんか当日にわかるって感じかな。なんか行ってみてわかるみたいな。日によって違うみたいな感じですかね。ジャガちゃん、え、ジャガちゃん来ちゃう？え、キャバクラサーフィークリーバレーリバザーファー手紙。いや、そこライブにしようよ。ライブより、なんかしら、そうだよ、安いなんだけど。ねえ、出た GPS、 GPS 出た。え、めちゃくちゃ楽しいよ、マフィン。 GPS だからちょっと何も言わない、何も言えないんですけど。そう、めちゃくちゃ楽しいよ、マフィン。わちゃわちゃ感がすごく楽しいよ、きっと。25日の瀬戸には。ね、もう何も言えないけど、とりあえず楽しいよ。会いたいなって気持ちはある。何も言えないけどね。まさひなの気持ちだけ伝える。会いたいな。せきちゃん、鼻の下にほくろ、そう、自体するんで。いやー、ほくろすぎるんだけど。そう！ここ、ほくろがあるんだ、せいな。そう、なんかね、濃くなってきたの。やばくない？やばくない？濃いの。縮小タイム。そう、本当にどんどん濃くなってきてる。金、あ、読んだ読んだ。21日の配信でライブ見ました。ありがとう、見に来てくれてありがとう。部屋台エアコンの除湿入れたら寒くて、それは寒いわ、それは寒いわ。ちょっと今日さ、電車の中寒かった。なんか外が暑かったのか分かんないけどさ、寒くて、で改札出たら奈々子がいて、で奈々子とリキッド迎えながら、今日電車寒かったよねって話した、っていうしょうもない話。
押すとみんなに会いたいという気持ちが強いんだよ。そう。あ、全然会いたいよ。まあね、会いたいよだけ言っとく。どうするかマフィンに任せるけど、会いたいな。しかも久しぶりにね、ちょっとライブもちょっとちょこちょこ変わってるから、ちょっと見に来てほしいな。見てほしいなっていう気持ち。朝比奈の気持ちね。朝比奈プラスみんなの気持ち。19時からだよ。で、29日土曜日ビジョンが11時30分からだよ。って話。で、下北沢サーキットあるよって話。29、30。下北沢のサーキットがあるよって話。それやったら、用事やっちゃおうかな。私が集める恒例行事やっちゃおうかな。あー、なるほどね。スカインズ・シャギさんはこの現在のリバリブレイ。あ、いいね。やっとこう、やっとこう。それをリアルに持ってこう。ね、スカインズ。スカインズ、待ってるよ。そうね、こう、貢ぎまくって、あつ森でも貢ぎまくって、スカイツはね、朝比奈に貢ぎまくって、で、さらに、電波市で朝比奈に貢ぎまくるという。ね。いいね、これ。明日も電波市あるから。多分、民衆にかなえちゃんの名前あるから、覗いてるっぽいよ。どういうこと？覗いてるって何？かなえのツイートってこと？かなえのツイート覗いてんの？あ、達弘、こんばんは。こんばんは。こんばんは、ボットですね、達弘さん。今日ね、あれだったんだよ。自己中だったんだよ、衣装。自己中。皆さん、自己中見たことありますか？自己中。おそろと自己中があって、おそろはみんなとおそろいの。おそろい。自己中はみんなバラバラの衣装があるの。で、今日はみんなバラバラの衣装だった。やっちゃうか。やっちまうか。違うよ。一番下の段見てみな。花ちゃんの名前。あ、そういうこと？待って、そういうこと？あ、そういうこと？あ、オッケー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 。民衆に。あ、民衆ってそういうことね。あ、じゃあもう、これはね、もうなんかこっちから何も言えないけど、なんか会いたいなってことだよ、それは。さあ、どうする、マフィン。どうする？ このボタン使いながら、そう、あのね、挨拶系は大体、達弘、ボット系になるから。こんばんは、頑張ってください。おはよう。これ、ボット。こんにちは。そうじゃない？プリンじゃない？あずひなくん、これだけ伝えてるよね。あずひな、あずひな、ありがとう。おやすみ。ありがとう。だね、本当に待ってる。本当に、もうみんなに会いたい。マジ。ね、今こういうね、情勢だし、こういうね、環境だから、もう仕方ないけど。みんなに会いたいんだよ。なんか、みんながいるから、私は、イキリながら、ライブができる。逆に、みんながいないと、なんか、イキリながらライブできない。すいません、同意しますってなっちゃうからね。だから、みんな来てほしいな。25日も、29日も、30日も、みんな来てほしい。首かけていけってか。え、
何も言えないけど、何も言えないの。何も言えないけど。でもそういう気持ちでやってる。あ、そういうの。そうだよ。ちょっと待ってるね。待ってるねだけ言っとく。待ってるねだけ。さよならボットになるんだ。そう、さよならボットになる。そう、さよならボット。俺の休みの日に神奈川に来てくれ。ね、神奈川行きたいよ。神奈川行きたいよ。あ、でもわかんない。サウピって神奈川じゃない？ね。ね、もうごめん。もうさっきからね、もう適当なことしかやってない。ボット！あ、カタカナでもダメだよ。カタカナでもボットになるから、それ、ダメダメダメ。カタカナでもボットになる、英語でもボットになる。達弘の場合はなります、なりますね。オッケー。あ、いただきますもなるよ。いただきますもなっちゃう。ギリまで何かいい方法を考えられたら。いくよ！あ！うわ、嬉しい！ギリまで何かいい方法をね。考えられたらいくよ。本当に待ってる。あ、お、気持ちだけ。気持ちは、ね。マジで会いたいし。マジで会いたいよ。あと、一緒に遊びたいし。うん。だからもう、朝日奈の気持ちだけ伝える。マジで嬉しい。すごく会いたい。会えるの楽しみにしてる。かなえに言っとくね。はい、これですね。朝比奈が言いたいこと。朝比奈が言いたい。何も考えずに、もう周りのことを考えずに、朝比奈の気持ちだけ伝えたい、今。よくわかんないか、感じられない。あー、オッケー。めちゃくちゃ喜ぶだろうね。めちゃくちゃ喜びそう。めちゃくちゃ喜ぶかもしれん。ってなりそう。いやー、かなえの笑顔が浮かぶぜ。めちゃくちゃ嬉しいぜ。楽しみだぜ。遊ぼうね。そしたら。たくさん遊ぼう。しゃべりたい。あ、どうした？達弘。達弘どうした？それでついたら頑張ったって褒めてください。え、めちゃくちゃ褒めるよ。いや、もうこれ、え、マジで、すんげえ褒める。すんごい褒める。褒める。
ああ、だるまだ。そうだ。だから、アセリナに触れられないように気をつけて、マフィンは。抱きついちゃうかもしれないからね。楽しみだな。楽しみだな。どういうね。そろそろね、達弘がごじったということで、そろそろお開きにしたいと思います。はい。はい、まず明日。明日じゃない。25日。25日は、19時から、サンドピースさんで、カレーちゃんの生誕祭があります。うちはね、しかも、ツーマンなの。ツーマンだから、めちゃめちゃに来てほしい。お祝いしに来てほしい。そう、もう本当にツーマンだから、余計にね、生誕というのもあるし、もう一緒にね、盛り上げていきたいから、力を貸してください。一緒に楽しもう。しかも、セゾリもね、生誕仕様となっているので、生誕仕様にするつもりなので、めちゃくちゃ楽しいです。もう、来てみ、一回来てください。初めての方も一回来てください。カレンちゃんの生誕祭に一回来てください。待ってます。で、物販が、20時からです。よろしくです。よろしく。さらに、29日土曜日が、ビジョンさんで、11時30分からライブ。で、配信のライブがあり、配信のライブがあって、下北沢サーキットライブ。サーキットがあってからの、下北沢、あ、じゃ、サーキットがあってからの、配信ライブです。29日ね。で、30日がビジョンで、11時30分からライブ。そして、下北沢サーキットで、ライブがあります。ので、ぜひ、火、土、日、マジで会いに来てください。よろしくお願いします。俺がごじると終わるのか。そうです。で、気になるんで、それはやめてください。わかりました。気をつけます。気をつけます。気をつけるな。スッて言ったらごめんね。それでは、皆さんコメント、カウント、星投げ、ありがとうございました。以上、TA 女子の朝日奈咲と、朝日奈咲と、朝日奈咲でした。ありがとうございました。バイバイ。